吉村豪太郎は、日本の政治家。参議院議員、郵政政務次官、国土交通副大臣、自由民主党参院政策審議会長、国民新党副代表、同顧問、福岡県議会議員などを歴任。1939年、ハルピンに生まれる。1946年、引き上げ帰国し、福岡市で少年時代を過ごす。 福岡学芸大学附属福岡中学校、福岡県立周遊館高等学校を卒業して、1962年には、早稲田大学第一政治経済学部を卒業した。同年ブリジストンタイヤ株式会社に入社1973年退社。1975年、福岡県議会議員に初当選。以後連続3期当選する。所属する派閥は津島派。 1986年と1990年の2度、衆議院選挙に出馬するが落選。1992年、第16回参議院議員通常選挙で、福岡県選挙区に自民党公認で出馬し初当選。以後3期連続当選。1995年には、優政政務次官。2002年には、国土交通副大臣に就任。2007年8月30日。 参議院自民党政策審議会長に就任。同年9月12日、引退した陣内隆雄の公認として津島派副会長に就任。第22回参議院議員通常選挙の福岡県選挙区における公認をめぐり、北九州市や幡東区選出の福岡県議会議員だった大家里氏との公認争いに敗れ、2009年12月30日、 自民党を離党。選挙には当初無所属で立候補する意向であったが、北九州を地盤とする事件小三郎の誘いを受け、2010年2月17日付で国民新党へ入党し、副代表に就任。同党公認で福岡県選挙区より出馬する方針を表明した。しかし選挙では、大家は愚から苦戦した他の有力候補にも差をつけられ、 教託金返還運転にも届かない乾杯であった。落選後は国民新党会当時まで党顧問を務めた。ありがとうございます。